ヨルグ・マイケルはドイツドルトムント出身のドラマー。1980年代からセッションドラマーとして活動していたが、一つのバンドに正式メンバーとして参加することは少なかったために大量のディスコグラフィがある。所属したバンドのほとんどがジャーマンメタル、パワーメタルバンドで、このジャンルでは名の知れたドラマーの一人である。既婚者、夫人との間に一子がいる。 1984年から1987年までは、レージで活動、後にグレイブディガー、ランニングワイルド、メコンデルタ、ヘッドハンターなどでも活動し、1995年からストラトバリウスに正式加入。1993年からランニングワイルドの正式メンバーでもあったが、1998年にストラトバリウスに専念するため脱退している。2003年に、 ティモトルキとの対立により脱退するが翌年に復帰。脱退中はイギリスのバンドサクソンにサポートメンバーとして加入していた。その後も様々なバンドのサポートメンバーとして参加している。2010年ガンの診断を受け予定されていたストラトバリウスのツアーは大役ドラマーにより行われた。2011年に個人的な事情にて ストラトバリウス脱退を発表。11月にフィンランド国内でのツアーが行われた。その後は一戦を退りている。ありがとうございます。